ままたたよろししくお願いいたします、えー、今回は任騒動というのに行きますこの前あの東福寺の騒動を紹介したんですけど建仁寺は、まあ、ご存知の方はご存知ですが、えー、臨済宗の、まあ、本山としては京都で一番古い、えーまあ、要するに日本に臨済宗を紹介した英才禅寺が開いた寺と。 でまあ先般もお話した通りですねあの初めはですね禅宗一つだけの流派のお寺ではなかった三宗見学の道場であったこれはあの要するにま創設当時ですねの旧仏教勢力との摩擦を避けるためにまあそういう形をとったですから京都ではまあ古いのが建仁寺東福寺になるんですがこの2つはもうそういうスタートで 始められたと、まあ、いうことです。えー、まあ、建仁寺という名前は要する、要するに、あの、年号から来てるんですね。建任二年,年、え、千二百二年。鎌倉幕府二代将軍、源頼家が、あ、会議として。まあ、英才、禅師。が、まあ、こう、解散として、まあ、創建されました。えー、その、まあ、景観はですね、そう。 のですね、百条山、中国の思想のですね、百条山に申したと言われていて、鎌倉時代末にはですね、五山の第三位に列せられていたということです。文英二年、一二百六十五年、宋からの帰化僧、南慶道流禅寺が十山してから、まあ、入ってからですね。まあ、純粋禅、まあ、要するに禅宗一本の道場となっていったと。 ということですであとまあ特徴的なところを言えばあのまあ小国寺東福寺南禅寺などとともにですね五山文学の一方の優として知られていてですねこう学僧が多く誕生した、まあ、そういう点でですね五山文学について言うと五山文学というのは要するに日本の漢詩文ですね漢詩のまあこう一つのまあこう流れを作ったというか 禅宗うう、まあのお坊さんは監視でまあその悟りの教室がそういうものを表現するんで、まあ、それということでまあよく勉強されるんですけど、えー、ただですねあの、まあ、我々がいた大徳寺とかいうのはです、ね、学問に走るのはよくないという形をよく言いまして、ね、座禅がやっぱり一番大事なんだということを言いますが、えー、まあこうもう一つの流れ、まあ、インテリ層の人たちというのかねは、まあ、そろそろこういう監視とかの研究 というかそういうものに行った。その中心の一つがこう剣仁寺の修行道場だということです。まあこのま室町幕府からも非常にこう保護されたんですけど、幕府がこう勢力が衰退していくとと,ともに剣仁寺もその勢いを失っていた。まあこう度重なるまた火災によってですね、あの戦国時代は特に最悪の状況というか。 になっていいたととうことですそれが天正年間1570年から90年代東福寺南禅寺の、まあ、こう住職をしたあの有名な安国寺駅の力によってようやく再興していったと。で江戸時代には幕府の庇護、まあ、もあり伽藍もその他にもですね整備されていったと、まあ、いうことです。えー、創造回転は明治31年 えー、1898年武田もくらい老子の頃です、えー、武田もくらいさんというのは我々も聞いておりますが非常に厳しい方で「雷もくらいなんて言われたということです。でその後やられたのは武田益十郎氏なんですが、えー、この方はですねあの、まあ、この建仁寺に入られる前はですね あのしばらく私が小僧をやっていた大徳寺の大聖院という寺の住職をしてました、えー、そこからまた建人寺に行かれたと、まあ、いうことです、まあ、修行この方は非常にこう何てうんですかねこう劇的なこう人生を歩んだ方で、まあ、初めですね、まあ、片田の庄瑞寺というお寺の住職になるんですね。 正通寺ってどういうお寺かというと、一休さんが信用したような、まあ、こう、まあ、名刹なんですけど、そこの住職に、まあ、小僧から入って、まあ、その後、後を継いで住職になるんですが、住職になって三年ほどですね、えー、火事を起こしてしまうんですね。で、寺を全焼させてしまいます。で、でそれにこう責任を感じてですね、また再びですね、まあ、一応住職したんですが、再び県威に信用に出るわけです。 でその修行を終えて、まあ、その後ですねあの大徳寺の大聖院という寺に入りまして、えー、それからその、まあ、その頃ですね非常にこうこう頭の低い方だったと言われてるんですが何かこう言われてたのがですねあだ名というんですかね平蜘蛛庵とか言ってひ,らひ,ひたすらこう頭下げてる、まあ、老子さんと言われてです、ねまあ、一般の方にも非常にこう人が訪ねてくると、まあ、こう人が姿が見えなくなるので頭を下げ続けたと、まあ、そんな生活をして 我々の宗派の中ではです、ね、老子さんというのは一番偉い人なんですけどそんな方がですね、まあ、生涯そういう姿を示していたということですねで、まあ、その後ですね建仁、まあ、寺のまあこう老子さんなり館長さんになられるわけですけどその姿勢はです、ね、亡くなるまでそういう形をとっていたと、まあ、いうことなんで、まあ、我々もそういう話を聞くと襟、ね、を正さなければいけないなんて、まあ、こういうふうに思いますがでその武田木来さんの後港蘇道老子 で今の小堀お尚ですねになりましたけど港蘇道老師という方はですねあのやはり建仁、まあ、寺と、まあ、前も話したかもしれない建仁寺と建長寺とは非常にこう関係が深いんですね。で港蘇道老師はもともと建長寺の館長さんをやられてました。でその後、まあ自分のお師匠さんが建仁寺になったんで建仁寺のお師匠さんに呼ばれて建長寺から建仁寺に移ってます。 でその時にあの私が覚えてるのは要するに私が修行時代の話なんでそれはもともと県に寺で20人ぐらいの修行僧がいたんですねそれがこう港諸道に老師について建長寺から30人ぐらいついてきたんですねで,でその当時県に寺で50人ぐらいの、まあ、修行僧がいた、えー、ことがありますでその時代を知ってるんで、まあ、すごい、まあ、こう一大勢力にその当時はなっていました。 ただ最近はですねやっぱりこうまあ、こうまあ、子供が少ないこともあるんですけど非常にまこう修行僧が少ないということを聞きましたまあ、またもう一度交流してほしいななんていうふうに思ったりもしますまあ、それぐらいだけやっぱりこう京都で一番古い歴史のあるまお寺なんでまあ、そんなことをま思ったりもします今回は県人寺の修行道場っていうのを紹介させていただきましたありがとうございました。